はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は J クラやっていきます。はい。ということなんですけれども、今日はね、何をしますかというところなんですけど、今ね、クラブサポーターズかなというイベントが来てるんですけど、それのね、えっと、ミッションイベントが来てるんですね。もうね、これマジで言わせてくれ。しんどくね、これ。<laughs> いや、マジでお。マジで時間割いたよ。本当に今回は。多分ね、 どんぐらいやろほんとね、本当でもう、なんか、<laughs> なんて言ってんかな。なんかね、きついっすね。まあ、とりあえず多分みんなもね、そうじゃないかなと思うんすよ。まあ、ただね、まあ、僕まだ初めて20日ちょっとぐらいなんですけど、やっとね、この、エールフラッグ1000個、何試合したかわからんぐらいしたんすけど、これ3000とか無理じゃないこれ欲しいんやけど、これめっちゃ欲しいんやけどね、お気に入りクラブ。 グレード80上ガチャ券これトレンクねでチャンピオンシップも一応やってて見てください33試合しててで意外にね、まあ、まだ5回しか勝ってないんですけど33試合もしてるのにでもなんかもう僕全く勝てないと思ってたんですよ本当は全くでもなんか意外に勝てるときとか、まあ、負けるにしても PK 戦で負けるとか結構あるんで、まあ、意外に なんか初めて20日の割にはまあ食らいつけてるかなという感じですね。まあ格上の総合力格上の人にも結構勝その中では勝ったりとかしてるし、まあ、ほぼほぼ当たる人が格上なんで、まあ、負けることばっかりなんですけどなんか思ったよりも食らいつけてる感じがするのでまああと1ヶ月鍛えればまあなんとかなるんじゃないかなと思いながらやってます。 まあ、ちなみに今、こんな感じですね。108位か。で、トータルスコアのね、まさかの報酬もちょっともらえたりとかしてきてるんで、うん、うまいっすね。うん、うまいっす。ここもうちょっと上まだもらいたいんで、まだちょっと頑張りますけど、うん、報酬もうまいしね。この、ここまで行きたいよね。54万まで行きたいんですけど、まあ無理かもしれんね、これはね。で、あとはまあ、そうですね。うん、そうですね。とりあえず、 選手はバリバリ鍛えました、マジで。もうあの、この期間、本当あのー、バムをめちゃくちゃ咲いて、まあ、ちょっともったいないかなと思うところもあったんですけど、まぁいろいろ、ね、えっと、マルコス・ジュニオール選手一応ね、あの、限界突破2回したりとかして、そうですね、あとはまあそうですね、ここもマックスにしました、スキルもね。で、一応、あのー、スパイク使ってここも解放したし、か結構ね、マルコス・ジュニオール選手は、 いけるんだけど、本当はこのトップ、フォワードのこの江坂選手のもう一個下のここに置きたいんですよね、将来的には。な、ま、ぜ、あ、かっていうと、突破スキルがないんですよね、ドリブルとか系のスキル。ただ、江坂選手とかは持ってるんですよね、まあ、吉明選手とかね、ここら辺の選手は突破力がまあ、あるんですけど、で、サイドに置いてる江力選手は一応、高速ドリブル持ちなんで、まあね。 まあなんとか自力力もあるんですけどやっぱりねジュニオール選手が一番輝くのはまあ、この能力から見てもうんここかなやっぱり3トップの真ん中かまあこのトップそうですねうんまあ実際サイドに置くよりもまあ中央に置きたいかなって感じですねで思ったよりで試合してて結構弱点が明らかになってるのは まあやっぱ鈴木選手かな。本当はこここ変えたりもしたんですけど、やっぱね、ピンタク、ピンタク、うん、ピンタク持ってる遠藤選手とかは結構強いっす、やっぱり。で、結構マテ選手のここでまあ、吸い取ってるところもあるんで、まあね、パーフェクトスティール持ちなんで、まあここで結構吸い取ってる部分はあるんですけど、ここをちょっと突破された時の、まあ、遠藤選手はまだいいんやけど、ここのバイス選手と、 うんそうね、鈴木選手が、まあ、ハードタックル持ちではあるけど、ここで止めきれなくて失点するっていうパターンがやっぱり多すぎるので,で、結構前の選手と、あと吉明選手はタックルスキル持ってるんで、ここでねあのあチェイ、チェイシングか、チェイシング持ってるんで、ここで吸い取ることもできるんですけど、ここのラインを超えた時のちょっと危機感が否めないかな。まあ、攻撃面に関しては、やっぱり江坂選手が、 正直シュートスキルここ持っていればもっと点取れるかなって感じですね。なのでまあ、エ坂選手が本当はここできるならとかまあツートップとかいろいろ考え時はあるんですけどまあそこはちょっとまた後でいろいろ試してみます。で、意外にヒデがね、あんまりなんかまあスキル上げてないからかもしれないけど、思ったより、そうね、ここ、んー、そうなよね。思ったよりなんか機能しないって感じかな。 まあ評価点与えるなら楠、まあ、き選手はよく止めてくれてると思う、まあ、僕は。まあ、やけん、まあ、この,のチームの中で今機能してるのは正直この、まあ、そうですねマテ選手のここが結構要として、まあ、活躍はしてくれてるのでここと楠、まあ、き選手ぐらい、まあ、あとエンド選手のまあピンタクも結構魅力ですしあとはそうね まあエリキ選手の突破力とかも結構まあそれが相まってまあなんとか点は取れてるかなって感じですけどそれ以上にちょっと失点をしてしまって負けてるって感じかな自己分析的にはなのでまあ意外と早くまあもしそういうピンタクとかそういうところの仕入れとかまあトップのあの選手ですねまあ例えばまあ言うなら見てて思うのはうんやっぱり興キ選手とか強いんかな どうななんかな、まあ、具体的にね、まだね、誰が強いっていうのは、そこまで分かってないんですけど、多分コん興梠選手とか、まあ、結構やっぱり見るのは中川選手ですね。で、僕まだ初めてすぐなんで、去年の MVP がね、中川選手なんですよね。あの、MVP の中川選手、ばり強いですね。インサイドカッターかな、持ってるやつ見たんですけど、うん、強いですね。まあ、なので、まあ、今後、独走のね、ストライカーを、 ま仕入れるとか、まあ、それかウイングできる選手を仕入れたら、3トップでも十分に通用するんじゃないかなと思いながら、試合を見てます。はいろいろ改善点はあると思うので、まだ伸びしろはね、いっぱいあると思うんで、はいぜひ、是非まあ、またね、ま,あ、まだ始め,めて2週2 3、3週間か、3週間ぐらいですけど、まあ、結構希望は見えてくる感じではありますね、試合見てる感じ。まあ、ウイコレよりは正直 まだそんなに戦力差が広がってないかなって感じがしますイメージ的にはねはいということでじゃあ今日は一応そのエルフラッグを稼いできたので85以上がチャ券やっとゲットしたんでこれまで開封していきたいと思いますということでじゃあやっていきましょうじゃあ80からいきます緊張の瞬間いや全然流れてないな虹がどうしたよああやっと流れてきたのいやー無理か さあ誰でしょうのたくま選手ですねコンサーレかなええー、インターセプトセスルーパスなるほどね、まあ、インターセプト結構やっぱり吸い取りスキル強いですね見てたらね中盤のって思いました結構取られるねやっぱなのでのそうですねパススキルっていうよりは どうななんかな自力の方が強いんかなまわ、あ、かんないですけどね、そこは。さあ、誰でしょう ?88。えーと、原川力選手かなサガントス。お隣ですね。オフェンスブレイク。あー、なるほどね。チェイシングの、えー、スキルって感じかなで、ミドルシュート持ち。 悪くないっすけどね。どうしよっかな。ちょっと待ってね。チェイシンが結構魅力。ただまあ、どんぐらいか使ってみないとわかんないですけど。あ、そっか。じゃあひでつ、ひでッとこに入れるかな。正直、ここー, <laughs> うーん、って感じなんですよね、正直。 まあでもミッドフィルダーのオフェンス力1.5パーアップやからまあ強いんですけどね。まあでもベンチにはまだ入れれる枠結構あるし、うん。そうね、育てるのは絶対育てて入れます。であとはまあ、育成をどれぐらいできるかですね。88ぐらいなんで大事にしていきたいと思います。ミッドフィルダー、上げれるかな、マックスまで。24ぐらいいるもんね。 ここ使っちゃうかわざわざこれ使わんでなんでこれにしたちょっと待ってこれでも足りるやん多分よし育てますまあもちろん入れます多分秘伝のとこに入れるかなやっぱね今勝つとしたらこのチームではこのチームで勝つとしたらやっぱ やっぱり守りか、まあ、やっぱり早めにチェイ、ね、シングとか、まあ、ピンタクとかで奪削って奪ってでやっぱり、フォワードには結構ボール通ってるんですよね、だけどパススキルっていうよりは、やっぱりボールダッシュする選手がやっぱり強い、まあ、今のところ必要かなと思うので、当然ここは入れていきたいと思います。まあ、ちょっとね、今、きつきつで育成してるんで、まあ、ちょっと足りないですけど、まあ、早めにスキルつけて、 まあここにぶち込みたいと思います。秘伝のところにね。まあ、でもヒデの方が強いんか、2700か、2500か。まあでも多分スキル的なこと考えたら多分原川選手の方が強いと思うんで、ここは入れ替えになると思います。はい、ということで、今日引き終わりましたが、どうだったでしょうか。まあまたね、多分次はここかな、ここ300狙いに行くので、それが取れたらまた動画撮るかなっていう感じですね。 はいまあ、ちょっとね、もう本当、飛ばしまくりました、ここ3日間ぐらいかな、精一杯まあ、とりあえず取りに行けたんで、まあ次は、はいまあ、ゆっくり試合見ながら、また弱点をまたね、見抜いて、まあ、補強できる、まあ、補強できるね、速さっていうのはどうしても決まっちゃってるので、まあ、焦らず騒がず、まあ、今できることを精一杯やっていきたいと思います。 はい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さんも頑張ってください。ミッションね、大変だと思いますけど、一緒に頑張りましょう。ということで、今日の動画はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。お疲れ様でした。